こんにちは、うなぎ屋です。いつもご視聴コメントいただきありがとうございます。ちょっとしばらくですね、体調不良で動画投稿3連休含めてできてなかったんですけれども、改めて動画投稿をですね再開していきますので、またよろしくお願いいたします。今回は本日からですね、行われております竜王戦第4局、藤井聡太竜王対伊藤匠7段のですね対局1日目の内容につきまして、個人的なですね感想をちょっとお話していきたいと思います。よろしければ最後までご視聴ください。いや、それにしてもですね、1日目から激しい戦いになりましたね。解説者の先生もおっしゃっていましたが、まあこれぞね、あの新時代の若者同士の、2日制のタイトル戦なのかなといったところで、なんかこう時代のですね、あの切り替わりみたいなところも感じるんですけれども、やっぱりなんといってもですね、この1日目一番印象的だったのは、先手81手目の24飛車のですね飛車切りですよね。なんか個人的にこの24飛車って評価値的にはですね下の方にあったんですけれど、個人的にはなんか藤井竜王だったらここで飛車切りしそうだなっていう風に見てたんですよね。で、理由としてなんですけれども、こう評価値的には42歩成っていうのがですね勝っていたんですけれど、いわゆるこの24飛車っていうのは最強の手なんですよね。24飛車ってまあ言ったらもう真っ向からですね直接的に殴りに行くような手で、もう後手の主張って伊藤さん的にはまあ1筋2筋を破らせるけれども、その代わりまあ一番急所になってる玉の頭をこっちは攻めれますよっていう主張なんですけれども、プラスアルファ飛車を渡すということはですね、後手から上部からも攻められるし、側面からもですね攻められるっていう形でかなりリスクが高い手なんですよね。ただそれ以上にこの後できる先手の馬を使った攻めが厳しいと見たからこその一手ってわけなんですけれども、なんて言いますか、これまでのタイトル戦ってある程度藤井竜王って相手の言い分を通しつつですね、その上で勝利するっていう将棋が多かった印象だと思うんですよ。で、今回のシリーズ同級生対決っていうのもあるのかもしれないんですけれども、第1局でも話したんですが、もう1局目からですね藤井さんが伊藤さんの主張を通すことをですね許さないんですよね。一方の伊藤さんも藤井さんの主張に対して真っ向からぶつかっていく、そんなですねこう互いの主張と主張がぶつかり合うシリーズだと思うんですけれども、まさにそれを象徴するようなですねシーンだったと思うんですよ。こう藤井さんがある意味もう最短距離で勝ちに行くといったようなですね、そういった点を含めてこの局面で一番激しい24飛車という変化をですね選んでもおかしくないなっていう風にですね個人的には見ていて、まあ実際指してですね、いや来たなっていう風にですね感動しましたね。で、またですね、個人的なこれも予想になっちゃうんですけども、おそらく伊藤匠さん自身もこの変化に藤井さんが突っ込んでくるだろうなっていうのは想定していたんじゃないかと、対局中継を見ながらですね思ったんですよね。81手目24飛車を指してですね、藤井竜王、まあここが勝負どころと見てなのか、離席するんですよね。以前離席のタイミングについて考える動画もですねお出ししてるんですけれども、やっぱり離席したんですよね、この勝負手を放って。で、表情には見えなかったんですけれど、この24飛車を指されて伊藤さんですね、こう改めて座り直して、あぐらで座り直して考え込むんですよ。で、こうその姿っていうのがやっぱりそう来たかっていう風にですね、なんかこうなんか表情には見せないんですけれども、改めてこう考え込む伊藤さんの姿を見ながらですね、なんかある程度藤井さんならここで切ってくるっていう手も十分考えられるだろうなっていうことを頭のどこかでですね、考えてたんじゃないかなっていう風にあのシーンを見て思ったんですよね。で、このシーンのかっこよかったところが、考え込むその伊藤さんの後ろをですね藤井さんがこう通っていくんですよ。こうカメラがですね切り替わって考え込む伊藤さんと立ち去る藤井さんの後ろ姿っていうポーズがですね、こうめちゃめちゃかっこいいなと思いまして、もうなんか若い2人のこう不調と不調がぶつかり合う、火花が散る局面ってことをですね、なんかこう表してるようなこうシーンなのかなっていったところで、なんか1日目でですね一番印象的でしたね。今回ですね、この1日目はこの局面で24飛車と指した局面で封じ手となったわけなんですけれど、 AI 的にはですね、シリーズ通して初めて伊藤さんが有利のまま
2日目に進むわけなんですけれども、ただこの局面、心理的な面を考えるとどっちが有利かっていうと、私は藤井竜王の方が有利なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。ある程度伊藤さんもこの2四飛車っていう手は想定していたとは思うんですけれども、とはいえですね、藤井竜王が突っ込んできた事実っていうのはかなりプレッシャーになると思うんですよね。自分はこの局面、もし飛車を切って来られたとしても有利だっていうことをですね、ある程度事前研究、どこまで事前研究なのかわからないんですけれども、ある程度似た形からもこの局面は自分の方が有利なんだっていう自信はあると思うんですけれども、それでも藤井さんが指したとなると、じゃあどこかに見落としがあるんじゃないかっていうようなですね、疑念っていうのがおそらく今晩伊藤さんの頭の中をですね、こうぐるぐる回ると思うんですよね。そういった意味でこう眠れない夜になるのは伊藤匠七段の方なのかなっていうふうに思うんですけれども、まあちょっとですね、2日目このまま評価値通りに伊藤さんが藤井さんに対してシリーズ初勝利を挙げるのか、ここで切り込んだ藤井さんの驚愕の一手っていうのがですね、2日目にまた見れるのか、その辺また楽しみにしてですね、2日目の対局中継を楽しみたいと思います。そしてですね、最後にもう一つ触れておきたいのが、今回立ち会い人に初めてなりました渡辺明九段についてなんですよね。なんかこう、初代永世竜王である渡辺九段が今回の立ち会い人になっているっていうのも、なんかですね、こう縁みたいなところを感じるんですけれど、まあ、それ以上にですね、そういう渡辺さん自身が立ち会い人をする立場になったんだなっていうのがですね、こう感慨深いものがありまして、ちょうどですね、将棋世界12月号が発売今されてるんですけれども、その中でこうかなりですね、こう読んだ人はわかると思うんですけれど、渡辺九段がですね、こう赤裸々な告白と言いますか、まあ今の心境についてですね、語られている場面があったので、なんかその記事をですね、読んだ後だったので、こう立ち会い人の渡辺明九段を見るっていうのもですね、こうなんかしみじみするというか、こう時代の移り変わりみたいなものをですね、感じるシーンではあったんですよね。ちょっとこのあたりはまた別の動画の中でですね、一つご紹介させていただきます。皆さん、この1日目の将棋につきまして、どのような感想をお持ちになられましたでしょうか。ぜひコメント欄でですね、皆さんの感想ともお聞かせいただければと思います。ということで、今回は竜王戦第4局1日目の対局内容につきまして、個人的な感想についてお話しさせていただきました。少しでもですね、今回の動画が面白いと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をしていただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。また改めてですね、2日目終了しましたら、動画の方をお届けしていきますので、よろしければまたご覧いただければと思います。ここまでご視聴いただき、どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。